北海道に大雨警報と洪水警報が発表されました。発表されたエリア確認していきましょう。北海道道東にあります訓練部町に大雨警報と洪水警報が発表されました。皆さんからいただいた天気報告で現在のお天気の様子確認していきたいと思います。まさに訓練部町上空に活発な雨雲がかかり、皆さんからの天気報告では雨の強さですね、一番強い5レベルの雨報告を多数いただいております。それではここからは今後の雨雲の動き確認していきましょう。だんだんと北東方向へと移動していきますが、やはりですね、夜気温が下がるまではこういった活発な雨雲は存在し続ける様相となっております。この後も雨量がかさんできますと大雨による災害に注意が必要となります。安全な場所でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。